皆さんこんにちは。スタジアムのサポーターは大歓声を上げて試合開始を待ち望んでいます。果たしてどんな展開になるのでしょうか。パルクデプランスからお伝えします。今日の会場はパルクデプランスです。晴天に恵まれ絶好のコンディションの中での試合となりました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。この時間は国際フレンドリーマッチをお楽しみください。すごい試合になりそうですね。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。どんな展開になるのか早速見ていきましょう。フランス代表のスタメンをご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングの活用が鍵になります。彼らはピッチ全体でプレッシャーをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。今日のラインナップを見てどうでしょうか。そうですね、今日もいつも通りプレス主体のサッカーをすると思います。自由なプレーをさせないことにより相手の隙を突く機会も増えますからね。いよいよ試合が始まります。まずはフランスのキックオフ。ムバッペ、フランス得意の形でゴールを奪えるか。ボールを失った。マティアス・ギンター、レオン・ゴレスカ、ボールはギンター、キミッヒ、セルジュ・ニャブリ、いいところを見ていました。これは狙えます。ロリス止めた。至近距離のシュートを防ぎました。監督は今のでリードできなかったことについて不満な様子ですね。もう一度チャンスを作ればいけると思います。コーナーからエリア内へ。ボールはニアポストで相手にカットされました。エンゴロカンテ、オリビエ・ジルー、ジルーに渡った。これは見事なインターセプト。福西さん、このゲームですがチームを支えるエース同士の対決とも言えるんじゃないでしょうか。どちらのチームにも決定力の高いエースがいますから、ゴールへの嗅覚の差が勝敗を左右してくるでしょう。キングスレイ・コマン、ボールはジルーへ。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。キミッヒ、ハフェルツに渡った。さあドイツだ。このままにしておくのは危険ですよ。セルジュ・ニャブリ、さあクロスか。キミッヒ、
ゴレツカに渡った。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。ギュンドアン、これはもったいない、オフサイドです。さあどうだ、カイ・ハフェルツ、セルジュ・ニャブリ、キミッシュに渡った。パスをサイドに送ります。エムレ・カン、ニャブリに渡った。キミッシュ、ボールを回して味方の上がりを待ちます。ボールを失いました。スローインはドイツ。このスローインは失敗、そのまま相手に渡してしまいました。ルーカス・クロスターマン、ギンターに渡った。デュディガー、ギュンドアン、ボールはギュンドアンへ、ボールはジャンへ、アントニオ・デュディガー、カイ・ハフェルツ、ギュンドアンに渡った。アタッキングサードでボールを回していきます。ムバッペ、ジルーに渡った。パスをカットされました。セルジュ・ニャブリ、デロイ・サネ、クロスか、レオン・ゴレツカ、サネ、1点リードにできるか、見事なタックル、危機をしのぎました。オリビエ・ジルー、このパスは通らない。キミッヒ、キミッヒに渡った。パスを細かくつないでいきます。よく取りましたね、さすがカンテです。グリーズマン、エンバペに渡った。ここでボールロスト。ゲームを作るパス、またまた通ります。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ギュンドアン、サネに渡った。キミッヒ、イルカイ・ギュンドアン、さあ味方も連動して動いてくる。戻します。キミッシュに渡った。ゴレツカ、ボールを奪った。いいタックルでした。いいスペースにロブを出しました。スルーパス通るか、ポストだ。この位置でカットした。折り返せるか。ギュンドアン、キミッヒ、アントニオ・デュディガー、ギュンドアン、セルジュ・ニャブリ、これはナイスインターセプト。エンゴロ・カンテ、アドリアン・ラビオ、これはスローインになります。
レオン・ゴレツカ、ギンターに渡った、デュディガー、ボールを奪われます。ここはドイツボール、キミッヒ、キミッヒに渡った、パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。このシュートはうまくブロックしました。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。このコーナーは誰に蹴るか。クリアして危機を出しました。フリーキックです。ドイツです。さあ、ニャブリー、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。そしてこのボレー、事前にワンクッションあったのでキーパーの反応が遅れましたね。それにしてもいいシュートでした。エンゴロカンテ、ラファエル・バラーン、エルナンデス、相手に奪われます。裏も見えていたのか。いいボールが出ました。決めてきた。ゴールドイツ。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。ラファエル・バラーン、キンペンベに渡った。ボールを失った。さあどう来るのか。守りきれるか。入った。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。こちらのカメラからの映像です。
試合はどうやら一方的な展開になってきています。簡単にはボールを失いません。レオン・ゴレスカドリブルで相手を揺さぶります。セルジュ・ニャブリ、ドイツが貴重な得点を挙げました。追加点を決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。別のアングルからご覧ください。アドリアン・ラビオ、リュカ・エルナンデスに渡った。プレスネル・キンペンベ、ボールはカンテ、カンテに渡った。ラファエル・バラン、キングスレイ・コマン、ボールはジルーへ。これはどうなりますか。前半が終わりましたが、ここまではものすごい展開になっています。福西さん、フレンドリーマッチという雰囲気はほとんどありませんね。はい、これは後半も試合が動きそうですね。いいところを見ていました。ロリス止めた。至近距離のシュートを防ぎました。さあ中にボールが入ってくる。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。裏も見えていたのか。決めてきた。ゴールドイツ。さあどう来るのか。守りきれるか。セルジュ・ニャブリ、ドイツが貴重な得点を挙げました。ドイツのリードで残りは45分、後半戦キックオフです。キミッヒ、ゴレツカに渡った。アントニオ・デュディガ、このパスはカットされます。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。ムバッペ、アドリアン・ラビオ、何をしてくるのか。慎重に攻撃を組み立てています。ムバッペ、このスルーパスは読んでいました。ドイツがゴールを狙います。ビッグチャンスだ。
これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。グリーズマン、グリーズマンに渡った。ジルーがゴールに向かう。グリーズマン、これはナイスインターセプト。エムレカン、サイドへ展開します。キミッヒ、セルジュ・ニャブリ、素晴らしい読みでインターセプトしました。アドリアン・ラビオ、エンゴロ・カンテ、オリビエ・ジルー、パスをカットされました。キミッヒ、キミッヒに渡った。エムレカン、ボールはジャンへ、ボールはサネへ、パスをカット、いい読みでした。ジルー、カウンターのチャンスです。ラビオ、グリーズマン、奪った。一転してチャンスだ。パスを返します。ジルー、ここで決められるか。このシュートはキーパーがファインセーブ。このボールはコーナーキックになりました。ここで交代です。福西さん、この選手の今日の働きはいかがでしたか。抜群でしたね。マンオブザマッチの候補じゃないでしょうかね。ボールはエリアへ。キーパーの好セーブに救われた。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。ジルーへ、ボールを奪い返しました。ゴールキーパーが見事でしたね。入っていてもおかしくない場面でしたが、よく止めました。デュディガー、試合をリードしつつ素早いパスでボールを保持しています。ボールを回してチャンスを伺います。キミッヒ、クロスに渡った。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。レオン・ゴレツカ、うまくボールを奪った。カウンターも狙えます。このカウンターは要注意です。サイドからの攻撃を狙います。プレスネル・キンペンベ、グリーズマンへ。グリーズマンに渡った。出しどころが見つからないか。ポグバ、グリーズマンがいい位置にいる。ノイアーのファインセール、1対1を止めました。
ここで選手交代です。ベンチに下がる選手にスタンドからは大歓声が上がります。素晴らしいパフォーマンスでしたからね。今日は一番良かったかもしれませんね。さあボールを蹴った。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ラファエル・バラーニ、ポール・ポグバ、マルシャル、ボールはポグバへ。走り込む味方にポグバのスルーパス。これはナイスインターセプト。カイ・ハフェルツ。さあドイツだ。このままにしておくのは危険ですよ。ゴールだ。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ポグバがボールを失いました。パスをカットされました。この選手がクロースです。クロースに渡った。ドイツが勢いに乗ってきた。ボールを奪われました。カウンターのチャンス、仕留められるか。絶妙なパスです。おっとスーパスだ。コマン、深くえぐってからのクロス。エムレカン、クロスに渡った。ボールはジャンへ。パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思えますが、いかがでしょう。そうですね、しっかりと意図を持ってパスを回していますね。ゲームを作っていますよ。アントニオ・デュディガー、ルーカス・クロスターマン、ファフェルツ。ここからどうするのか。ボールはニャブリへ。カンテが見事に奪いました。エンゴロカンテ。それにしても今日のフランスはどうしたのでしょうか。動きに精彩が全く見られません。ここはよくスペースが見えていました。ナイスセーブ。シュートを飛びついて止めた。今日は素晴らしい活躍を見せました。ここで休ませるようですね。コーナーから中へ。これは大きく外れました。マークされていたのでしっかりと頭に当てられなかったようですね。外れた。これは決定的でした。いいクロスが入りましたが、コースを狙いすぎたでしょうか。
ドリブルで敵陣へ持ち込む。うまくボールを守っています。エムレカン、トニークロース、ボールはサネ、レロイサネ。ゴール前で勝負に出ますドイツ。クロス、パスを返します。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。キングスレイ・コマン、ポグバ、カンテに渡った。ポグバ、いいパスが出ました。これは狙えます。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。さあスタンドからの応援にもますます熱が入ります。今日はプレーでもかなり見せてくれましたからね。まるですでに勝ったかのような雰囲気です。グリーズマンのコーナー、ボールをはっきりクリアしたい。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。トニークロース、クロースに渡った。仕掛けてくるのか。レオン・ゴレツカ、ベルナーが持ちます。ベルナー、ファフェルツ、ディフェンスに奪われません。ベルナー、綺麗なタックルです。安定したボールさばきです。このパスはカットされます。クロースへ、ゴレツカ、ファフェルツ、ボールをキープ。エムレカン、ボールはゴレツカへ。ファフェルツ、ファフェルツ、いいところに出た。試合終了です。アウェーチームが勝利を収めました。試合を終始コントロールしての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できていました。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。さあ中にボールが入ってくる。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。裏も見えていたのか。決めてきた。ゴールドイツ。さあどう来るのか。守りきれるか。セルジュ・ニャブリ。ドイツが貴重な得点を挙げました。ドイツがゴールを狙います。ビッグチャンス。これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。このシュートはキーパーがファインセーブ。このボールはコーナーキックになりました。グリーズマンがいい位置にいる。ノイアーのファインセーブ。
1対1を止めました。カイ・ハフェルツ、さあドイツだ。このままにしておくのは危険ですよ。ゴールだ。ナイス、シュートを飛びついて止めた。これは大きく外れました。マークされていたのでしっかりと頭に当てられなかったようですね。